さあ、ドッカンバトルやっていきますということで、まあ、ザマス編はね、まあ、ザマス当てなかったものの、そこそこいい引きができたんですけどね。まあ、次はね、ブルー悟空ベジータ行こうと思います。まあ、一応ここに出てるビジュアルのフェスは全部、あ、ゴハ持ってねえな。うん、だからこっちも全然ありっすね。このブルーコンビはちょっともう、なんか多くなりすぎてね、なんとも言えないですけど、まあ、イラストは悪くないですね。なんかもう2個目もなんか見たことあるような気がしないでもないけど、まあいいっすね。3個目もなんかもうすでにあるんじゃないかっていう気がするけど。まあ、合体パターンかな。そうっすね、合体パターンっすね。いや、なんか自分は今回のこのブルベジのイラストあんまり好きじゃないっすね。うん、だから全体的にそこまでなんか好みじゃないっすね。前来てたブルーコンビの方が自分は好みだった記憶があります。さあ、戦闘民族の怒り。うん、まあ、まあ未来編っすね。うん、いいじゃ、お、いい、いいね、かっこいいね。アニメ1回しか見てないからね、すごい新鮮な気持ちで見れます。ウルメジアファイナルフラッシュ1個目。こんなシーンあったっけなぁ。ベジットスペシャル。かっこいいっすね。こんなシーンあったか覚えてないけど、めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。いや、必殺演出かっこいいですね。そして通常ガチャさんは舞ちゃん。いいじゃないですか。この舞ちゃんいいですね。お、すごくいいですね。うん、舞ちゃんいいですね。なんかシンプルですごく好きです。まあ、フェスだからね、もちろんこのブルーコンビが欲しいですけど、むしろ舞ちゃんが欲しいっすね、あるくらい。いいっすね。まあ、ザマスの時は、ちょっと目玉じゃなくて、オレンジピッコロとか出てきたんですけど、オレンジピッコロ持ってたんでね、どちらかって言ったら、その運はこっちで使いたかったなって感じですね。まあ、こっちに関しては、まあ、ご飯か、まあ、今回のブルーコンビっすね。さあ、行きましょう。超絶配課金者から無課金になって今のガチャルールはマックス30連でね、何かしらのフェスが出たらそこで終わりっていうルールなんですけど、一回無料があるときはね、10連目でこの目玉が出なかったら、まあ、大体ね、あの4回目までは行きます。さあ行きましょう。10連目行きます。さすがに40連の間でね、1個くらいはね、あの出ると思うんで、フェスキャラね。幸先悪くないですね。これやばいじゃないですか。さっきのザマスの時と同じパターン、あ、あると思ったけどなかった。おー、来ました。ヤムテンチャオズですから。これ多分フェス出ましたね。このパターンは、SSR3 個っていうよりも、フェス確定パターン、うっし。あ、違った。このご飯じゃねえよ。ぬか喜びしちゃいましたよ。あ、でも新しいあの悟空、天下一武道会の悟空持ってます。ザマズ編と一緒っすね。10連目の引きがいいですね。違うんだよ。違う違う、この悟空は持ってるのよ。ザマス編だったら、あの、マジュニアの、今の悟空の位置のマジュニアが欲しかったんですよ。逆逆。出て欲しいあの、ポジションが逆っすね。あ、これ熱いんじゃないかな。ピッコロベジータ熱いと思う。おぉ。ノーマルベジットパターン見れました。どういう演出があるんだろうね。前回のスーパーヒーローの時のあのガチャ演出もさ、期間終わったら見れなくなっちゃったじゃないですか。あれやめてほしいっすよね。出たー。あ、違った。違ったよ。今一瞬出たと思ったけど、違いました。
あのブロリーの時のゴッド悟空コンビ、もう覚えてないな。どれくらい前のやつでしたっけ、今のやつ。あ、ダメだ。あれか、強いや、スーパーヒーローのやつか。これは強かったっすよね。さあ、30年目いきます。お、これ 100% 出たでしょ。絶対に出た。もうね、100% 出た。間違いない。出ました。まあ、大体ね、ダブルガチャの時は、どっちかはね、出るんすよ。大体そうです。10回あったとしたら、9回出てます。どっちか。これも 100% 来ました。多分超レア演出なんじゃないかな。多分いつものガチャにすると、次元の裂け目の演出に当たるやつでしょ。自分も配課金やめてからね、ちょっとだいぶ時間経つんですけど。無課金になってからね、今のガチャ演出になったんですけど、次元の裂け目っていうのは自分も過去に1回しか見たことないんで、まあ、あまり記憶は定かじゃないですけど、多分ね、次元の裂け目に値するガチャ演出だったと思いますね。出ました。今回の目玉です。うん、満足ですね。さあ、ラスト、無料分いきます。お、クリーン暖気。これは熱い。お、すげえ、ベジータ力を貸してくれたって。これ、ノーマルベジットしかないですかね。いや、もうこれ 100% やばいの来たでしょ。もしかしたら2個目。でも個人的にはビーストご飯の方が欲しいけどね。今回のガチャはさ、全ちゃんに当たる演出は何になるんですかね。あるのかな。ビーストご飯お願いします。もしかしたら今の目玉の、ブルーコンビの可能性が高い気がする。いらね。くっそいらね。くっそいらね。このトランクスってさ、極限来てます？いや、今の演出でさ、ベジータ力を貸してくれの激アツ演出で、このトランクスはねえわ。下手したら虹っすからね。見てみましょう。うん、トランクスは虹ですね。いりませんね。まあ、そんな感じで。まあ、結構ね、このザマス編と、ブルーコンビ、ガチャ演出結構網羅できたんじゃないかな。多分、全ちゃんに当たる演出は見れなかったっすけど。そうそう見れるもんじゃないですけどね。計80連にしては、ガチャ演出が何個あるかわかんないですけど、多分もうほぼ全部見れたんじゃないかなと思いますけどね。そんな感じで。まあ自分ね、ダブルフェスはね、すごく相性がいいんで、大体どっちかのガチャはね、目玉キャラ出てくれるんで、今回も無事ね、自分は狙いはどちらかって言ったらこのザマスの方だったんですけど、まあ、ブルーコンビの方ですけどね、無事目玉キャラゲットできました。これにてね、ダブルフェス終了ということで、どうもありがとうございました。